のタイトルはほっとけないですが、ほっといてくれ、英語でなんて言うんですか、ほっといてくれ、ほっといてくれ絶対ダメっていうか、もうおかしくなっちゃった。 Don't touch me。 お前もうダメだよ、俺もう Don't touch me。 Fuck you。 Fuck you ちょっと違うね。いらない、いいよいいよ、いいよ。違いますね。え違うね。わしおくんはシッタすげえなお前、まあ、面白いな。しかも違うそれ発音はさ、座れないよそれしかもセダンセダンセダンだよそれ。Leave me alone ですね。え Leave me alone。 Leave me alone。 Leave me alone。 一人にしてみよう。そう Leave me alone。 そう死なんじゃないです。ノーサンキュー近いと思うんだよな。1から10までを。1から10、うん、みんなできた。はい、行くよ。あ、ちょっと待って。はい、土地正解ですね。はい、はい、常識ですからね、これね。常識ですね。できたくないですよ、こんな。ワン、ツー、スリー。ちょっと待って、ちょっと頬隠れてるよ、今ファイブ、なんちょっとちょっと、8 え、もうどんどんダメだ。ワン、ツー、3 4 5。欲しいな、4が違うな。やっぱ4でしょ。ちょっとこれひどいよ、これちょっとちょっとこれひどいよ、これ。3もすげえな。3はなんかイタリア語みたいな感じになってるしさちょっと1あってよね。4もために言ってない。これ全部で10個ねえんじゃねえの。あ、6だったよ。5も6と7と7あってよね。10だけ。8も違うじゃん。も9も違うし。忍だよそれ。忍者かお前は。忍者かちょっとこれ見せて、ボットちゃん。4か。飯食う資格ないね。ないね。ないね。ねえな、これ。俺も収まる。あ、これなくなった。本当に飯食う資格ねえな。やべやべ、見て見て。俺まだギリギリだな。あー、どうせも大人だ。お前これ海沿いの刺身定食になっちゃったぞ、お前。最後に社会編。アメリカの最初の大統領は誰？もうこれ知ってるでしょう。もう有名な。ちょっと来ましたね。ちょっと待って、ちょっと待って。行きますよ。はい。はい、じゃあ行きます。あ、そうなんだ。やっちゃう。やっちゃった？待ってる。ちょっと見せて。正解は戦時中だもん、ね、ジョージ・ワシントンです。ほら、やっぱりな。そうだよ、俺もジョージ・ワシントンだと思ったの。リンカーンは奴隷解放した有名なあれですね。日本の最初の総理大臣は誰でしょうか。最初の総理大臣、すげえ。ヤキちゃん早いな。来たそう。来た、ついに来た。この人から始まったわけだよね、はい。どうとかありました。これはちゃんと漢字で書いてよ、漢字で。え、漢字で。当然です。当然です。はい、ドン。伊藤博文。伊藤博文、来た。間違えた。全員正解か。え、来た。全員正解じゃない。全員正解。全員正解。全員正解、やったー。やったー。久々の全員正解。あぶねー。あぶねー。すぎる。いや、嬉しいわ。日本人の国民の三大義務、憲法が定めている三大義務とは何でしょう。これ知らなきゃ日本人失格です。三大義務、はい、よーい、はい、出して。ちょっと、和食何、ちょっと国籍だってもう全然わかんねえ。学業、税金、国籍、国際、国際か、国籍。ちょっと、あの、森山さん、はい、基本的人権の尊重覚えたよ、こんなこと全部書いてる。欲しいな、でもな、欲しい。え、郵便、税金、納税って同じ意味じゃん。税金、納税って郵便って何。納税って税金納めるんだよ。何、郵便って。郵便って郵便貯金。はい、
で、今度郵政民営化になっちゃったらどうなるわけ。これは消えます国民の義務が一つ消えるの。そういうこと。俺ちょっと持ちしないんだよ、教育の義務と。ああ、一つなんない、足りないね。は正解は教育、勤労、納税です。へえ、教育、平和じゃないんだ。勤労と納税。納税って、そうか、納税を入ってんだ。オランダの首都は、オランダの首都はどこでしょう。どこだろうか。アムステルダム。はい、正解。やったー、やったね。そうそう、そういう感じだ。ベルギー。そういう響きだね。わかってるよ。国だよ。国。はい、森山。ポルトガル。国だよ。だよ、南米だよ。はい。ノッキンガム。宮殿か。バッキンガム宮殿か。いよいよ最終問題。これは正解してくれよ。名作映画ゴッドファーザーの監督は誰。来た来た来た。俺はこんなの分かんないとちょっとね、イラッとするね。役者のバイブル。役者のバイブル。鷲尾さん、はいはい、あの AD さんに聞かないでください。はい、ドン。はい、一緒だ一緒だ一緒だ。はい、土屋君、フランシス・フォード・コッポラ。はい、正解。はい、これはできて当然ですね。そうですね。スティーブン・スピルバーグが何を作ったかは知らない。本当に、うん、何も知らない。ほとんど知らない。いや、はい、これは当然ですね。残念ながら社会人として合格なのは土屋一人、他はどんぐりの背比べ。とはお待たせしました。食事の時間です。はい、はい、じゃあ皆さん手を合わせて、はい、いただきます。いただきます。はい、食事してください。やっべ、味ね、お前、ある味。うん、うん、エビがプリプリしてる。やっぱりさすが海沿いですね。うん、美味しいです。ちょっとどうした。今回の対決の合計点が最も低かったのは誰だ。また科学の思いっきり見てるのは面白い。ジョーさん、はい、なんでそこに座ってるかは分かってますか。はい、分かってます。ジョーさん、全部分かってます。僕が悪かった。漢字ですよね。漢字はもう、もうそうですね、学生時代から。そうですね。漢字よりも英語も全然ダメだった。そうです、語学はもう全般的に。ぜひ。それカクテルなんですけども、はい、どっちか片一歩だけにある赤い液体が入ってます。分かってんだろ。今で分かっただろ。そういうことか。そういうこと。赤い液体で分かっただろ。これがね、おじちゃん危険なことやるからね。見ててね。危険なことやるからね。ね。ちなみに君はどっちだと思う、これ。君はどっちだと思う、これ。僕は分かんないけど、分かんないけど、こっちかな。こっち、赤いよね、明らかに。じゃあ、出ちゃうの。じゃ、いきますか。いきますよ。飲んでいいんですか。いきますよ、じゃあ。じゃあ、いただきます。ダメよね、多分こういうのって時間経ったらきっとダメなのよね。ダメなのよね。後から来ちゃうから。3分だよ、4分で3分だよ。静かにして、静かにして、あの味が消えていかないの。なかなかこれなんだろうね。わかるかな。なんだこの感じ、この感じわかるかな。なんて言うんだろうね。いくこれした。ピヨ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 。もうちょっとよ。あれ、ピヨピヨ、あ、ピヨピヨ、あれ、ピヨピヨ、あ、ピヨピヨ、あ、ピヨピヨ、あ。よく飲んだわね、あんなのね。アホじゃないのかしら、なんか違う。